静岡市が平成27年から浅畑遊水地に整備をしてきた浅畑緑地交流広場の工事が終わり、その完成式典と遊具のお披露目が行われました。浅畑緑地交流広場は湿原などを除いた陸地部分だけでおよそ 7.8 ヘクタールの広さがあります。敷地内には自然や地区の魅力を紹介できるビジターセンター機能と、地域との協働を実践するための会議室などを設けたセンターハウスや、自然環境の中で調理ができる炊事棟、多様性のある湿地環境を再生し、水辺の空間を楽しみながら散策や自然観察を楽しむことができる休憩施設、そして今回完成した多目的広場があります。目的は自然と触れ合う体験型の都市緑地ということをちょっと目指しているものですから、いろんな体験ができるような形でこれからまた進めて、あの指定管理者含めて一緒にこうやっていきたいな、盛り上げていきたいなと思ってまして、まあ、ちょっと僕はその浅畑の蓮畑って昔から有名なところがですね、蓮の田んぼを作っておりまして、そこで収穫体験をやっていこうっていう考えもあるものですから、またぜひ楽しみにしていただければと思います。式典には地元住民を含めおよそ40名の関係者が出席しました。挨拶に立った田辺市長は、県や市、地元との連携によって完成した緑地交流広場を起点に多くの人が集まる仕組み作りをしていきたいと話しました。式典の後、広場では浅香こども園の年長さんが歌を披露しました。遊具の前ではテープカットが行われました。どうもおめでとうございます。くす玉回避には浅香こども園の園児と県立静岡北特別支援学校の生徒が参加しました。どうもおめでとうございます。ご協力いただきました皆様、ありがとうございます。遊具の披露が行われると、参加した子どもたちが一斉に遊び出しました。設置された遊具は静岡市で初めてとなるインクルーシブ遊具というものです。ユニバーサルデザインでインクルーシブ遊具っていう言い方をしてるんですけど、ハンディキャップ持った子、持ってない子、その有無なくですね、誰でも気軽に使ってもらえるような遊具っていうことを目的に設置しておりまして、まあこちらの支援学校とか、はい、あの子ども病院とかが近くにあるもんですから、そういうことをちょっと踏まえてやってまして、今後は湿地帯に散策用の橋を整備し、令和4年度に陸地部分が完成する予定です。あと大型の駐車場も有しておりまして、あのいろんな方に本当に利用してもらえるような場を作っていきたいと思っております。自然環境を守りながら全ての人に優しい浅畑緑地交流広場、多くの人の利用が期待されます。
んの成長していく様子を見られるのが嬉しいです。子育てと仕事を両立して毎日充実しています。市民の健康を支え多くの人の役に立ちたい。方の健康や育児に関する身近な相談相手になれることに魅力を感じ、保健師になろうと思いました。静岡市の保健師活動は地区担当制をとっています。自分の受け持つ地区の赤ちゃん訪問に行ったり、高齢者の集まりなどで健康の話をしたり、地域住民の方と協力して活動をしています。わからないことや慣れないこともまだありますが、先輩保健師の皆さんが丁寧に指導をしてくれています。日々学ぶことがたくさんあり充実しています。これからもここ静岡市で保健師として成長していきたいと思っています。私は小学生と4歳の子供を育てながら働いています。子供を出産する前後には産前産後の休暇をいただき、出産後に育児休業もいただいて子育てに専念する期間もありました。子育てに理解があるので安心して仕事ができています。保健師の仕事は子育てと両立しながら長く続けられる仕事だと思います。37年間静岡市の保健師として働いてきました。現在は統括保健師として119人の保健師の人材育成や健康危機管理の対応などを行っております。大変なこともありましたが、仲間に支えられて今日まで保健活動を続けてくることができました。私たちと一緒に静岡市民の健康を守りましょう。正直最初は不安もありました。ありますか。小学生の時に救急隊の活動を間近で見たことがあり、その姿を見てすごくかっこいいなと思い憧れを持ちました。周りの方々にサポートをしていただき、とても楽しく働けています。事務仕事も多いのですが、現場でかなり役に立っております。
自宅から通勤圏内で通えることも決め手の一つでした。仮眠室やシャワー室などの女性専用設備が整備されているのも魅力です。無線の声は女性の方が聞きやすいですね。現場のお子様や女性のケアは女性の消防士の方が安心するという方も多いです。静岡市では市民の皆さんの気持ちに寄り添い、不安を少しでも解消するため、新型コロナ何でも相談ダイヤルを開設しています。風邪や発熱などの症状がある場合、イベントなどの中止に関する問い合わせ、経営や融資など事業者の支援に関することなど、さまざまな相談にワンストップで対応します。静岡市では新型コロナワクチンの接種を希望する市民の皆様が円滑に接種を受けることができるように準備を進めています。新型コロナワクチンに関するお問い合わせは 0570-08-5673 0570-08-5673 までお願いします。受付時間はご覧の通りです。